皆さんこんにちは、安山あかねです。今日はロングパットの打ち方をやってみたいと思います。まず一つ目の注意点ですが、ロングパットを打つときに小さくバックスイングを上げて、打つときに振っていくスピードを上げて強くインパクトをする方を多く見かけます。バックスイングはゆったりとしたリズムで、テイクバックとフォローが同じ振り幅になるようにストロークしていきます。2つ目の注意点は左手首の角度になります。ロングパットで大事なのは距離感を合わせていくことなんですが、左の手首がアドレスをした時よりも折れてしまうと距離感が狂う大きな原因となりますので注意してください。それではこの2つを意識して打ってみたいと思います。どうでしょうか。ロングパットが苦手な方、ぜひやってみてください。